ビティ・ガボールは、ポーランドのシンガー。2019年に、音楽オーディション番組、ザ・ボイス・キッズ・ポーランドの、セカンドシーズンで準優勝を果たし、音楽キャリアをスタート。その後、ジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテスト2019に出場し、楽曲、スーパー・ヒーローで優勝。ガボールは、ドイツ、ハンブルクで、ポーランド系ローマ人の家庭に生まれた。生後すぐに家族と共にに、 ポーランドへ戻り、その後イギリスに移り住む。7歳の時に、ポーランド、クラックフに定住した。2018年、ザ・ボイス・キッズ・ポーランドのセカンドシーズンのオーディションに出場。トムソンバロンのチームに参加し、決勝に進出。その際にデビューシングル、タイムをリリースした。ザ・ボイス・キッズ・ポーランド出場後、ポーランドで開催される、インターナショナルソングコンテスト。 トップオブザトップソポットフェスティバル2019のヤング、チョイスアワーズにて、タイムを披露。その後、タレント発掘番組、センサナスクシーズに出場し、楽曲、スーパーヒーローで優勝。ポーランド代表としてジュニアユーロビジョンソングコンテスト2019のへの出場権を手に入れた。11月24日に、グリビツエで開催された、ジュニアユーロビジョンでは、 審査員による審査で任意をオンラインファン投票では最高得点を獲得し優勝。ガボールはジュニアユーロビジョンソングコンテストで優勝した二人目、ポーランド代表となった。また、開催国を代表するパフォーマーがジュニアユーロビジョンで優勝したのは初めてであり、ポーランドはコンテストで2回連続優勝した初の国となった。ジュニアユーロビジョン2019以降、ガボールは ポーランドの歌手、カイユとのコラボ曲、ライミ・ダブライミや、ゲットウェイなど、複数のシングルをリリース。スティービー・ワンダーのクリスマスソング、ホワット・クリスマス・ミーンズ・ツーメや、クリスマス・キャロル、サイレント・ナイトのカバーも公開。また、他の若手歌手とのコラボレーションアルバムの一環として、ガボールは、妹メリッサと共同作曲した、楽曲、スティル・スタンディングを2020年6月に発表。 同年7月、シングル、Forever and A Night をリリース。8月には、デビューアルバムからの最後の先行シングルとなった、Not Go n n a g e t It をリリースした。ガボールは、ファーストアルバム、Get Away を、ユニバーサルミュージックポルスカより2020年9月4日に、リリース。アルバムにはポーランド語の楽曲、オフィラと同曲の英語バージョン、ザッツ・ホワット・シーセットが収録されている。 ゲッタウェイ、タイム、スーパーヒーロー、ライミ・ W、ライミ、ゲッタウェイ、フォーエバー&、エーナイト、ノットゴナゲットイット、ビズニスクシェン CHC、オフィラ。ありがとうございます。